スポーツ日本菊花杯4日間の短期決戦、見事優勝は小池君雄選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。浜名湖久しぶりに来て優勝。そうですね、乗りやすかったですね終始、はい、もう4日間の短期決戦ですけど、初日から3連勝で大きなアドバンテージでしたが、もう展開一本でしたねあの時は。でもそれも乗りやすさがあって。そうです、はい。今日の優勝戦迎えるにあたってこう準備はどのように進めていったんですか？チルトだけですね、うん、もう乗りやすさと外れてなければ、まあ、チルトだけで行こうと思いました。ある程度自信を持っていけた優勝戦。自信持っていきました。はい、この優勝、2年ぶりの2年ぶりですね、はい、優勝ですね。嬉しいです、はい。スタートも08のトップスタートいけましたね。しっかり、はい、掴んでいきました、はい、これで通算5回目の優勝、はい。もう久しぶりに来て浜名湖大好きになったんじゃないですか？もう本当毎回呼ばれたいですね、はい、毎月お願いしますでは、最後に応援してくれたファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、なんとか優勝できました。これからも頑張るんで応援よろしくお願いします。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。